星山です。皆さんいつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。コメントやグッドボタン、とても元気をもらっています。今回もお時間ある方はどうぞ最後までお付き合いください。それでは早速中身に入りたいと思います。今回もこの硬筆レッスン帳のひらがなを練習していきたいと思います。ページは、7ページのこちらのガとピを練習していきたいと思います。こちらの濁音、半濁音の練習に入りたいと思います。それでは参りましょう。はい、それでは早速中身に入りたいと思います。こちらのガという字は、前回やりましたあのカの、復習にもなると思います。こちらを書きましたら、こちらの空間をたっぷりと開けて線を長めに、そしてこちらの濁音の方はしっかりと横並びに線を打ち込んでください。打ち込みを入れてください。こちらも書きながら見ていきましょう。こちらのがという指日は、がという字はこちらをたっぷり開けて、そして濁音の点はしっかりと横並びに、がもう少しここを長くしましょうか。たっぷり開けて横並びに、がね、こちらも、次元を念のためもう一度復習してみましょう。こちらの「か」という字ですけれども、こちらの「か」でしたね。こちらが現在のかという字が成立するということでしたね。こちらの中をたっぷりと取るのが特徴だということを覚えててください。こちらの濁を入れるときに、例えばここまで書いて極端に上の方にしてる方いませんか？こちらは、今回改めていきましょう。こちらを書いたら横並びにが、横並びにが、このように書くといいでしょう。それでは特徴をつかみましたら動画を止めて練習の方をお願いいたします。どうぞ。はい、書けましたでしょうか。それでは次はピの方に行きたいと思います。こちらは横から入って、こちらがこちらの進みがまっすぐ下ではなく斜めに入るというふうに習ったかと思います。横から入って斜めの方に膨らみを持たして、こちらの方の閉じは下の方に、横から入ってで斜めに出して、こちらは下の方に、そしてこちらの半濁音の丸はこちらの上の方に、ちょうど横の方にですね、打つように、離れすぎないように打つように気をつけてください。それでは早速書いていきたいと思います。横から入って斜めに降りて、こちらは下の方に、そして横並びに
横から入って斜めに出して、下の方に、そして上の方に、並びにピ、横から入って斜めに出して下の方にピ。こちらの次元の方ももう一度確認していきたいと思います。日というのは比較の日、こちらの楷書が行書になって、草書になって、現在の日というひらがなになっています。こちらの、ピですけれども、例えば点を極端に下すぎたり、もしくは極端に上すぎるような、これはあんまりですけど、これはあんまりでした。上すぎるような丸を書いてる人いませんか？こちらは改めましょう。こちらは横並びで、ここにピ、ピ。それでは特徴をつかみましたら、動画を止めて練習をお願いいたします。はい、書けましたでしょうか？今回は濁音半濁音の書き方ということで、このガとピを書いてきました。次回は次のページに移りまして、ぬ、は、よの字を書いていきたいと思います。このチャンネルでは文字を書くことに関するさまざまな有料な情報を配信しています。見逃したくない方はどうぞチャンネル登録をお願いいたします。それではまた別の動画で会いましょう。今回もご視聴ありがとうございました。